ほにゃほにゃや、ほにゃほにゃを変えるだけでは役作りはできない。どうも、ひなたです。さあ、早速今日もやっていこうと思います。今日はですね、皆さんから役作りってどうするのっていうお言葉をたくさんいただいたので、今回は役作りについての動画をやっていこうと思います。で、ただやるだけではなかなか記憶に残りづらいっていうところがあるので、ちょっとしたクイズ形式にしてやっていこうかなと思います。じゃあ最初の問題です。ほにゃほにゃや、ほにゃほにゃを変えるだけでは役作りはできない。さあ、このカッコ2つに入るものは何だと思いますか？動画を一時停止して考えてみましょう。はい、正解は声色や言い方を変えるだけでは役作りはできないです。声優って声を自由自在に変えられるというイメージがあると思うんですよ。で、そのイメージから声色や言い方を変えるイコールそれが声優の演技だと勘違いしがちなんですね。もちろんプロになって現場レベルになったら、テクニックとして声色を変えたりとか言い方を変えるということは求められたりします。でも演技初心者がまず最初にそこばっかりやってしまうと、ハリボテの演技になってしまいます。なので初心者は声色を変えるとか言い方を変えるにとらわれない方がいいです。じゃあ役作りってどうやるのかなんですけれども、さあここで2問目です。じゃじゃん。僕は他の動画でもよく言っているんですけれども、役作りイコール何々作りと言っています。さあ、この何々作り、ここに入るものは何だと思いますか？正解は人間作りです。どんなに声色を変えても、どんなに言い方を変えても、あなたの作ったキャラクターがその台本の世界で人間的な行動をしていなかったら、人間的な感じ方をしていなかったら、全てハリボテの演技になってしまいます。そんな人間いねえよって言われてしまうんですね。そこで第3問です。ちゃんとした人間作り、人間を作るのにまず最初にやらなければいけないことは何でしょう？僕は自分の生徒さんに、まずほにゃほにゃを知れと言ったりします。さあ、このほにゃほにゃに入るものは何だと思いますか？まあ、過去動画とかでも喋っているので、僕の動画をたくさん見ている人はすぐ答えられると思います。正解はまず自分を知れです。自分も人間ですよね。この動画を見ているあなた自身も人間ですよね。まず普段自分という人間がどういう時にどういう行動をしちゃうのか、こういうことが起きたらこういうことを感じてしまうという自分をちゃんと分かっていない人に他人を演じることはできません。なぜなら自分が分かっていないのに他人がどう感じるのかなんて想像もつかないからです。自分を知るから他人に共感することができるんです。ああ、僕もそういう経験あるから、そういう状況だと悲しくなっちゃうよね、こういう人にこういうふうなことを言われたら嬉しくなっちゃうよねっていう共感することができるんです。まあ、これが人の気持ちを分かるということになります。では第4問目、自分を知って他人を知った上で、自分と他人のほにゃほにゃをすることが役作りのヒントになると普段レッスンで言ってるんですけれども、さあ、このほにゃほにゃに入るものは何だと思いますか？これもね、多分過去の動画で言ってると思います。正解は自分と他人の比較です。自分と他人を比べることによって、自分と他人の反応の違い、感じ方の違いが役作りのヒントになります。自分はこういう時こういう反応をするけども、この人はこういう反応をするっていうことはこういう性格かなみたいなことが読み解けていくんですね。人からビンタをされた後に泣くっていう人もいれば、人からビンタをされたことによって怒り出す人もいるし、人からビンタをされたことによってノータイムでビンタし返す人もいるかもしれません。こういった比較が役を掘り下げるヒントとなってきます。そして第5問、その役作りのヒント、役を掘り下げるヒントをたくさん手に入れるために、日常生活では何をしておけばいいでしょうか？さあ、わかりますでしょうか？まあ、これもね、僕の動画めっちゃ見てる人はすぐわかると思います。正解は人間観察です。役作りのヒントとか読解のヒントって、実は台本の中よりも、まあ、台本の中にもあるんですけれども、まず日常生活にたくさんあったりします。日頃から
外のものを自分以外の人にたくさん興味を持てる人ほど役作りのヒントが手に入るんですね。例えば朝の通勤通学時間、周りの人を意識的に観察してみましょう。でよく見るとそれぞれ歩くテンポとか違ったりしませんか。足の長さとか筋力量とかもあるんですけれども、単純に考えてゆっくり歩いている人と、普通の速度で歩いている人と、ちょっと小走りで走ってる人、めっちゃダッシュしている人、いろいろいらっしゃると思います。朝の通勤通学の時間にもかかわらずゆっくり歩いている人がいた時にどう感じますか。例えばその人はマイペースな人なのかなとか、時間に余裕を持って生活している人なのかなって想像できたりしますよね。逆に小走りしてたりとかダッシュしている人がいたら遅刻しそうなのかなとかって想像できません？でさらに想像を膨らまして、寝坊しがちなだらしない人なのかなとか、朝ギリギリまで寝ていないと体力的にきつくなっている忙しい人なのかなとか、このように歩く速度一つとってみてもいろんな想像が膨らむと思うんですよ。一つのシチュエーションだけ切り取って日常生活を見て想像を膨らませるだけでいろんなものの見方をすることができます。だから養成所の先生や専門学校の先生、僕もですけども、人間観察たくさんしてくださいねって言ってるんです。こういったデータ、人間観察のデータがちゃんと残っていないと台本を見てもピンとこないんです。でもうすでに声優の養成所や専門学校に通ってる子は、今回得た知識情報を自分が養成所とか専門学校で出されている台本の課題に落とし込んでやってほしいです。適当に養成所とか専門学校でもらった台本の課題を広げてみてください。そしてその、ワンシーンで大丈夫です。でワンシーンの中でこの役を演じるっていうのを一つ決めてください。でこの役をやると決めたら、自分の役のセリフをちょっと自分のセリフを隠してください。で他のキャラクターとセリフの掛け合いをしていると思うんですけども、相手役のセリフをまず読んで、その台本の設定、その世界の中であなただったらそれに対してどう答えるのかを書き出してみましょう。でそうすると登場人物が発する言葉とあなたが発する言葉って多分違ったりすると思います。そうしたらその違いを比較することで、その登場人物の気持ちとか精神状態とか性格が読み解けていきます。これを全セリフでやってみてください。そうするとなんでこの役はこういう時にこういうことを言ったんだろうを深く追求できるようになります。つまり自分と役、他人との比較ですよね。これをすることでキャラクターを深く理解することができます。深く理解することによって、ああこういう時にこういうことを言ってしまうのはこういう過去があるからかなとか、こういう時にこういうことを喋ってしまうのはこういう性格だからかなっていうのがどんどん分かってきます。それができるだけであなたの役作りのレベルはぐんと上がります。ぜひ試してみてください。ちなみになんですけども、まだ声優の養成所専門学校とかに通っていない子はこれを漫画でやってもいいです。ただし漫画でやるときは漫画のキャラクターの表情に引っ張られない方がいいですね。表情に引っ張られないようにしつつ、相手に言われた言葉を自分ならどう言うかな、その台本の設定、その世界の中であなたが相手のキャラクターにそういう言葉を言われたら自分はどういう言葉を返してしまうのかなっていうのを書いていきましょう。で自分が発した言葉、書いた言葉と実際のセリフを比較していって、性格の違いとかその人の生い立ちとかをどんどん掘り下げていきましょう。頑張って。